7月1日発売のペンで、実際にファーウェイ P10 プラスによる撮影もご体験されたんですよね。はい、試し撮りしてみたらこんな感じになったの。でもなんか立体感すごいよね。そうで、後ろがピンが前に来て、で後ろの方がボケるっていう、まあ本当に、はい、一眼レフみたいな感じでこれが撮れてすごいなと思って、携帯のカメラということで、まあもともと綺麗なものはあったんですけど、このカメラ本当に綺麗で、まあ後ろをぼかしたりすることもできるし、撮った後にそこを調節することもできるんで、まあこれからのこの写真のこと、写真がもう生活の一部になってくると思いますんで、皆さんもぜひ楽しんでください。本当にすごい写りがなんかプロが撮ってるみたいなのを自分で体験できるから、カメラマンさんたちに悪いけど、これが世に広まったらカメラマンさんたちの仕事なくなるかもねって言おうと思ったけど、やっぱりカメラマンさんっていうのはさらに上にいるみたいです